平成15年台風第10号は2003年8月に発生し日本列島を縦断した台風である。後に激人災害に指定された。新ロズ2003年8月3日、フィリピンの東海上で台風10号が発生しアジア名アータウと命名された。命名国はアメリカで嵐雲を意味する。なお、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、カバヤンと命名している。台風は、次第に勢力を強めながら、北西に進み、7日午前中には、沖縄本島を通過して、同日午後には、沖の選ぶ島の近海で、中心気圧945ヘクトパスカル、最大風速秒速45メートルという大型で、 非常に強い勢力となって最盛期を迎えた。沖野選ぶ島では最低海面気圧949.0ヘクトパスカルを観測している。その後7日午後には発達しながら徐々に北北東に進路を変え8日早朝にかけて奄美諸島沿いに進んだ。そして九州の南海上を通過して種ヶ島の東海上を通過した後から 台風の目が一段と明瞭になり、同日21時半頃に、高知県室戸市付近に上陸。周囲の海水温が高かったため、上陸時でも、中心気圧950ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルという強い勢力のままであった。台風が大型、かつ強いものであったため四国を中心に広い範囲で、暴風が吹き荒れた。 台風は9日6時頃に、中心気圧970ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルの勢力で、兵庫県西宮市付近に再上陸した後、勢力を弱めつつ、北陸、東北地方を通過して、本州を縦断した。10日2時頃に、北海道の襟も岬付近に再上陸した後、3時に、国後島付近で、温帯低気圧に変わった。 8月7日から9日にかけて台風の影響で南西諸島から本州付近の広い範囲で大雨が降り9日にはオホーツク海の低気圧から伸びる前線と台風の影響により北海道の一部で大雨となった日高市町の厚別川は豪雨のため氾濫し流域で浸水被害が相次いだこの期間の降水量は高知県及び 徳島県では600ミリメートルを超え、三重県や奈良県、和歌山県や熊本県、宮崎県では400ミリメートルを超える大雨、北海道地方、関東地方から九州地方にかけての太平洋側でも200ミリメートルを超える大雨となった。また、沖縄、九州、四国地方の一部では、台風の接近、通過時を中心に暴風となり、 沖縄県名護市で最大風速秒速29.9メートル、室戸岬で最大風速秒速49.8メートルなどを記録した。九州地方、四国地方、近畿地方の一部では最大潮位変差が100センチメートル以上に達した。この台風は1961年の第2、室戸台風に似た進路を取り、勢力が衰えないまま四国に上陸した。 四国や関西などでは被害が警備に止まったが北海道では大きな被害が発生し特に日高地方では洪水による災害が各地で相次いだ競争場牧場での壊滅的な被害は競馬ファンに衝撃を与え警報伝達の遅れなども指摘された台風は上陸後しばらくゆっくりと進んだため暴風は長時間続いたさらにこの年は 梅雨が長引いて冷夏になっていたため、追い打ちをかける形となった。ありがとうございます。